僕ていかんは、韓国の囲碁騎士。九段。ソウル市出身、韓国基因所属、健康流七段門下、沖岩高等学校出身。世界囲碁選手権富士通杯優勝、窓か駅杯十段戦に連覇など。2013年12月から2018年8月まで、韓国囲碁騎士ランキング連続1位。六歳で囲碁を覚え、小学4年の時に、 健康流囲碁道場に入る。2004年世界戦少年囲碁選手権、大会少年の部優勝。2005年入団。2007年、韓国囲碁リーグ初出場、棋聖戦ベスト8進出、囲碁マスターズ先進戦で棋省初優勝、2段。2008年、サムスン火災灰世界オープン戦初出場、3段。2009年、 マドカ駅杯十段戦決勝で、白、広し関を2から0で破って優勝し、4段勝段。同年バッカス杯天元戦でも優勝し、5段勝段。以後対象しに駅市賞受賞。2010年、十段戦決勝で、李昇工を2から1で破り二連覇、7段勝段。2010年8段。同年アジア競技大会の男女ペアごと、男子団体戦で、 金メダル獲得。これにより球団昇段し、17歳11ヶ月で球団最年少記録を作り、国民体育新高校団より、就寝年金受領、また兵役免除となる。2011年に、世界囲碁選手権富士通杯で優勝。2012年に、王将棋杯決勝で、判定玉に1から3で破れ順位優勝。 KBS 杯では2011年から3連覇。2013年以後対象最優秀騎士賞。2016年、韓国プロ騎士賞金ランキングで2位になった。2018年、第3回エンリリーム105杯世界、以後オープン戦決勝で、僕久しくん球団を3から0で破り優勝。同年以後電王戦ファイナルに出場し、リープ戦後と対戦。 2019年春ラムハイ世界囲碁選手権戦優勝。韓国囲碁リーグでは2013年に最多勝。2014から16年には3年連続 MVP。2017年10月16日、韓国囲碁リーグで囲碁リーグ最年少で通算100勝を達成。達成時戦績は100勝40敗で71.4%の 勝率で2年前のリオ9団の73%に次ぐ成績。韓国騎士ランキングでは2007年に25位、2010年2位、2013年8月に1位となる。2012年からは中国高級リーグにも出場。2020年のお心配は新型コロナの影響でリモート対局で行われたが第12戦の判定玉戦で、 同のパソコンの不具合発生により、中断、打ち直しとなり、再戦にて勝利、その後最終戦で、柿吉に敗れた。国際棋戦国内、棋戦国際棋戦国内棋戦中国の、棋戦韓国金囲碁大賞、韓国話題、2016年プロ棋士賞金ランキング、1セドル、8億ウォンで1位、ニトロ15第3回無105杯。 世界オープン戦以後の日本キーインハンガメ3キロバイト MVP ハットハンガメ100新郎体育新売政治件、僕て勘下突然長。ありがとうございます。